ウトドア&フィッシングプレゼンテッドバイ富士工業。K ミックスをお聞きの皆様、おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ、世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて本日のゲストは先週に続きましてミュージシャンの伊地知清さんです。先週はそもそものアウトドアや料理との出会いから、どのようにその魅力にハマっていったのか、いろいろと伺いました。今週はフェスで出店しているご自身のお店清志津キッチンをはじめ、現在の伊地知さんの料理に関する活動についてさらにお聞きしていきます。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きましてミュージシャンの伊地知清さんです。おはようございます。おはようございます。先週ありがとうございました。こちらこそ今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はね、子供の頃の、お父様 の、はい、の影響でその海で遊ぶ出た頃とか、はい、山も登っていろんなことやったけど結構海派だなっていう話があったりとか、はい、あとですね、そうですね、料理も高校時代のバイトから、そうですね、カレー屋だったんですけど、あ、そのバイト先もカレー屋だった、カレー屋だったんです。はい、つながってますね、今にね。そうなんです、そういう料理好きの話と、あとは一番メインのミュージシャンっていうところでね、中学校のマーチングバンド部とに原点があって、はい、ずっとドラムもやってるという話をですね、いろいろ伺いながら、はい、最後は、アウトドアでの料理の楽しみみたいなところもこう伺いました。はい、で今週はですね、まず最初に、伊地知さんご自身も非常に多く出演されている野外フェスというところのですね、私大変恐縮でございますが、はい、あまり馴染みはないんですけど、そうですか、はい、ちょっと魅力をですね、いろいろミュージシャン本人から聞くというのもなかなかこう珍しいというか、貴重 な、チャンスだと思ってですね、はい、どういうところが魅力なのかなということで、これも伊地知さんのある言葉から言うと、その当たり前ですけどインドアじゃないんで、はい、時間とともにこう天気も変わっちゃったりとか、はい、なんとなくそこの空気が変わるとか、はい、そういう変化があるんだみたいなこともありましたけど、その辺も含めこう、どんなところが魅力なのかなという、こうちょっと大きな質問ですけど。そうですね、やっぱその開放的にはなりますね。ああ、はいはい、わかります、普段は、だいたいライブハウスだったりとか、ホールだったりとか、ちゃんと屋根があるところで自分たちの指定席があって、そこでおぎおぎよく見るのが、はい、コンサートといえば、そういうものなんですけど、E の26番だ、そうですそうです、そういうものじゃないですか。でも野外フェスっていうのは、はい、どこで見てもいいし、何しててもいいしっていう、その見なくてもいいしみたいな、はい、別にこう自分のこう背中側で聞いてながら何か食べてもいいし、そうです。ああ、なるほどね、はい、でこんなに自由なんだってまず思ったんですよね。はいはいはい、なんかそのライブを見に来てるというか、その空間を楽しみに来てる感じになるので、なんか遠くで聞こえてる自分の好きなバンドを聞きながら、ご飯食べたりお酒飲んだりするみたいなのも楽しいし、そうですよね、はい、雨が降ってきたらどっかに雨宿りに行けばいいしみたいなはいはい、はい、ライブ中でも濡れるの嫌だったら他のとこ行けば、とにかく自由なんですよね、はい、なるほど、そこの場所にいなければいけないなんていう制限はないので、はいはいはい、なんかそういうのもいいなと思ったし、あとこの自然と共にライブをするっていうのは、はいはいはい、過酷なことでもあるんです。そうですよね、はい、暑い時は暑いし寒い時は寒いんではいはい、はい、で僕たちもすごくそのステージに立っていて、すごくこのフェスでライブやると成長するんですよね、
あ、そういうもんなんですか。すごく成長するので、なんかあのフェスのあそこのステージ立ったっていうのは思い出でもあり、はいはい、なんか名刺代わりにもなったりするようなものです。まあ、すいません、僕あの自分自身がそれほど行ってるわけではないので詳しくないんですけど、僕の知り合いで、はい、毎年フジロックに行くっていうのを、はい、まあ、あるブースのなんか料理の仕事で行って、それでキャンプして聞いて帰ってくるっていう友達がいるんですけど、うん、毎年続けてるんですけどね、はいはい、その、まあ、ご自身もその印象深い野外フェスはやはりフジロックだっていうふうになんか語ってたんですけど、はい、なんか初めてあのアジアンカンフージェネレーションとして出演されたのが2003年と、はい、でここがやっぱり非常にこう記憶っていうか思い出が深いってことをおっしゃってたんですけど、そうですね、やっぱりもう忘れられないって感じなんですか。そう、この実は2003年は場外にある、はい、でも誰でも見れるステージだったんです。ルッキーアゴーゴーというステージで、はい、まあ、中に入るためのなんて言ったらいいのかな、まずここである程度お客さんを集めたら中に入れるよっていう、うん、はい、場外にあるステージだったんです。ちょっとなんとなくコンテストっぽいですよね。コンテストっぽいですね、確かに。ですよね、はい、はで、ここのステージだったんです。だからなんとかして、うん、ここで盛り上がって、うん、来年中に入ってやるぞっていう気持ちで、そのモチベーションがね、はい、場外でやったライブなんですけど、うん、まあ、フジロック の、うん、タイムテーブルには載ってるんですよね、出演アーティストが。あ、なるほど、なるほど、はい、で、まあ、僕たちはジャンクアンフージェネレーションもそうなんですけど、実は同じ日にサンボマスターという有名なバンドも出ていて、はいはい、でこの2バンドが翌年、うん、翌々年その中に入って、かっこいいですね、はい、ちょっと今鳥肌立っちゃった。やっぱそれが叶った、まあ、翌年の方がもう嬉しかったですけど、なんか手応えもあったんですよね、この時のライブが。なるほどね、はい、でもなんかその最初そのね、来年はその中行くぞっていう時のなんていうかこう上がっていく感じのこう期待感というか、はい、なんとなくワクワクする感じがやっぱあったんでしょうね、うん、そうですね、うん、最初はもうお客さんいなかったらどうしようと思ってはい、はい、ビラ配りからやったんですよ。はい、なるほどなるほど。でももう本当に、朝3時とか4時だったと思うんですけど、うん、ライブが始まるのが、うん、そんな時間まで絶対みんな起きててくれないだろうなと思って、うん、この時間からライブやります、よろしくお願いしますって言って、いろんな人にビラを配って、で蓋を開けてみたら、うん、かなりお客さんいて、めちゃめちゃ盛り上がったんですよね。それは嬉しかったでしょうね。嬉しかったですね、はい、まあ、そんな野外フェスの体験を伺ってるわけですが、はい、ここからちょっとまた料理話に入りたいんですけどね、はい、このやっぱり僕はね実にユニークでいいなと思ったのは、その野外フェスで、はい、伊地知さんのご自身の清静キッチンってお店を出店してると。そうなんですよね、はい、これある時間帯はご自身でバンドとしてステージ行くわけじゃないですか、はい、で他の時間にこの清静キッチンでそこのオーナーとして料理を提供する、はい、こういうことですよね。一応、はい、お任せはしていた店の方は、はいはい、僕が作っているわけではないんですけ ど、 なるほど、レシピとかは全部作ってますけど、監修してるんですよね。監修、はいはい、そうですね、はいはいはい、僕がそのライブで出ないフェスとかも出店はしていたりします。あ、そうなんですか、面白いですね、はい、そうなんです。うん、それはどの辺のどういうきっかけからそういうことしてみようっていう。そうですね、最初僕たちが主催するアジアンカンフージェネレーションが主催する、ナノ無限フェスっていうのを年に1回やってたんです、横浜アリーナでやってたんですけど、その時やっぱり自分たちが主催するフェスなので、なんかメンバーが監修している出店という、飲食ブース出してみようよって言って、まあ、僕料理が得意だったので、なんかこんなのやってみたいなって言ってレシピを提供して、で自分のお店みたいな感じで出したんです。はあ、なるほど。それがきっかけで、うん、なんかその時すごいファンのみんなが喜んでくれたし、はいはいはい、評判が良かったんで、
でちょっと調子に乗りましてなんかいろいろ手掛けたんですけど、うん、まあ最初かなり失敗しまして、あ、そうなんだ、はい、はいはいはい、もう全然儲からないんだっていう、あ、場所代こんな高いんだっていうそこの辺のやっぱりやってみないと分かんない経営の視点がありますよね、はい、大変でしたね最初は。でもメニューもいろんなもの出してきたんですけど、うん、全然定まらなくて、あ、そうなんだ、毎回違う試行錯誤の時期があったわけね。ありましたね。そうですか、うん、かなり何年もやったんですけど、うん、で最終的に今はそのカレーとステーキで統一、うん、統一というか、はいはい、それが一番人気があるので、あ、それをメインでやってますね。やっぱりそこに落ち着いたの、まあ、多分市石さんが得意なものだったりとか、はい、やりたいものっていう、まあ、一つのフィルターあると思うんだけど、はい、その中でそのカレーとステーキが残ったっていうのはやっぱりこうなんか鉄板なメニューというか、そうですね、どうなんですかね、 それはやっぱり一番あの受けがいい、受けが良かったんですよね、うん、で僕のカレーっていうのはそのさっきもちょっとお話ししましたけど、ええ、高校生の時にアルバイトをしていたカレー屋さんの厨房で働いてたので、はい、だいたいノウハウをそこで学んですごいよね、はい、高校生の時にもうそこのベースがもうできてたっていうそうですね、まさかそんなところで使えることになると思わなかったんですけど、はいはいはい、あの今スパイスカレーって結構流行ってるんですけど、スパイスカレーってスパイスと塩なんですよね基本、はい、で僕のカレーは欧風カレーといって、うんうんうん、まあ、デミグラスとかも入っているし、いわゆるそのレストランで食べるカレーというか、あ、いいですね、まあ、昔はよくレストランでカレーを食べるといったら欧風カレーしかなかったんですけど、そういうタイプのカレーで、はい、あんまり競合いなさそうだな、あ、なるほどね、はい、カレーもう広いですもんね、広いですね、多様ですよね、はい、はでも大体フェスで出してるカレーってスパイスカレーが多いんですよ今、なるほどね、うん、はい、なんか分かるような気がしますよね、はい、うん、それでなんか欧風カレーを出してみたら、うん、かなり評判が良くて、はい、その欧風カレーはやっぱり原点は高校の時のバイト先の厨房にあるんですか、はい、そうなんですいい話だなそうなんですよ、はい、まあ、当然そのままじゃないと思いますけど、そこからいろいろ伊地さんなりの工夫というか、はい、あれを合わせてみようとか、こういう材料、別物になってしまいましたけど、うん、でも、はい、なんかそこのプロトタイプというかベースはそこにあるってことですよね。そうですね、はあ、うん、いろんなことがこう続きますね。そうなんです。で僕その昔はこんなことやってて無駄になるんだろうなと思ったことがなんか大人になって使えるっていうのが多いんですよ。なんかスティーブ・ジョブズかと思っちゃいましたよね。そんな点と点をつないだら線になってるんだよ君っていう感じですもんね。だってあそこまではいかないですけど、はい、だからなんかこうあの先週もお話しててこう一時さんのこう優しいトーンと心地よいリズム感っていうのが、はい、ずっと話の中に現れてる気が僕してて、はい、だそういうのとなんかその何かと自分がこうなんていうかこう何かを極めるってい う, こうなんか力入ったものじゃなくて、これなんとなくきっかけで好きになったっていうものが、はい、こうあのドラムにしてもカレーにしても、うんうん、そういう料理とかって含めてなんとなくそれがこう線でつながってるっていうのがねよくわかります。聞いててわかりますか、うん、ありがとうございます。いやなんかあの聞いててこう癒されるな感じ の, ああのヒストリーをお持ちだなっていう感じをあのすごくしてます聞いてて、うん、ありがとうございます。そうあの別に褒めちぎる番組じゃないんですよね気持ちいいで気持ちいい番組です、ね、朝からあの感じたことを僕が喋ってるので、ありがとうございます、はい、であとあの、同じキヨシズキッチンというお店のタイトル、そのままお店のタイトルも、勝手に決められちゃったんだよね。僕から、キヨシズキッチンで行こうぜなんて言った覚えはないんです。あ、そうなんですか。恥ずかしいじゃないですか自分の名前を使って。いやそれ言われないとあのそうですよね。そうなんですよ。そうか、そうです。自分の名前を、ね、キッチン僕がエイジズキッチンやるんだってちょっと恥ずかしいですよ ね, ですよ ね, ですよね、うん、でもなんか定着してしまったので今から変えられないんですけどなるほどね、はい、恥ずかしさは未だにあります。何の違和感もなく僕はあの、はい、事前情報で調べてるので、はい、何の違和感もなくあの受け入れてるんですけど、はい、でそのタイトルまんまがあの YouTube のチャンネルタイトルになってると。そうですね、はい、あのこちらのチャンネルはあのまあ、僕もちらっといくつか見たんですけど、はい、あの同じやっぱり伊地さんのリズム感を反映した、はい、あのなんか
心温まる料理番組になってますよね。あ、そうですか。なんか最近滞ってしまってるんですけど、忙しくて全然更新できていなくて、あれも作るの大変ですね、動画も。いやだから、うん、メインのバンドの、ね、活動があって、はい、お店出したり、そうです、ね、YouTube も続けるの大変でしょうね。そうですね、うんうん、まあ、ちょっと時間ができたらまた続けたいと思うんですけど、でもなんかあれをやってたおかげで、あの YouTube を見てお仕事をくれる方々も結構いらっしゃって、はいはいはい、あ、なんかカタログみたいになっててよかったって思ってるんですけど、はいはいはい、うん、なんかそのなんだろう、入地さんのこう料理の、レシピの傾向だったりとか、 そうですね、それをざっと見ると分かりますもんね。そうですね、うん、はい、じゃあそれを見て、こういうレシピ作れませんかとか、はい、こういうメディアでレシピ紹介してくださいみたいな。そうですね、そういうお仕事が、はいはいはい、たまにいただいてます。あと事前情報によりますと、はい、富士ファブリックの金沢大輔さんとの人気連載を書籍化ということで、はい、レシピ本セッションインザキッチン好評発売中っていう、これももう10年以上前、あ、そうなんですか。10年以上前ですね、はい、に共同で作られたっていうのが、ピアさんが発刊しているソーダという月刊誌で最初連載を始めて、はいはい、それがこのレシピを書くっていうことの初めての体験だったんですけど。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ結構前の話だったんですね。そうですね、レシピを書くのは前に、そこから始まりました。はい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 、本当にひどいレシピばっかですね。素人が思いつきそうな、そんなこと言っちゃっていいんですか、料理、はい、料理研究家が。なんかその、ええ、ミュージシャンとしてもそうなんですけど、昔の曲って恥ずかしかったり、うん、はい、なんか若いな、あの時歌ってた内容若くて今歌いたくないなっていうミュージシャン結構いらっしゃると思うんですけど、なるほど、僕もなんか昔考えた初期衝動だけのレシピ恥ずかしいなっていうありますね。消し去りたいところもあるわけですか。ちょっとありますね、恥ずかしさが、はい、なるほどね。まあでも日々進化してるとは思いますので、はい、機会がありましたらまた YouTube も、そうですね、期待されているファンの方もいると思いますんで、はい、いや、ぜひやりたいんですけどね、やる気はあるんですけど。あとはこれは僕がネットでまた発見しちゃったんですけど、はい、小江戸ビール主催の麦の時音楽祭っていう、この埼玉の東松山市、年2回開催ということで、これまあもう前の情報なんですけど、春が5月にあって、こちらにステージも参加してお店も出してってことなんですけど、秋もあるんです。秋もやってるんですよ。はいはい、春と秋、10月26、27ってことなんですけど、はい、これはまあ、ここでは先ほど恥ずかしいとおっしゃってましたが、入地清料理教室も展開されてると、やり料理教室噂で聞きました。はい、料理教室やってるんです。はいはいはい、はい、まあ、このフェス小江戸ビールさんの本社工場のがこの敷地内で、埼玉県の東松山市にある。あ、そうなんです。あ、なるほど。そう、もうビールを作ってるとこなので、そう、普段あんまり飲めない小江戸ビールのドラフト生ビール、ああそれ、生ダルが飲めるし、うん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 、あとそれにプラス音楽ライブも見れるということで、かなり人気のあるイベントなんですけど、そこでちょっと料理教室も、これもお仕事でやらせていただいてるんですけど、うんうんうん、SB さんのカレー粉を使ったり、はあ、はいはい、明治ブルガリアヨーグルトを使って、うん、なんかレシピをその場で作るっていう、かっこいいですね、はい、まあ、ステージで作るんで、それもかなり制限があるんですよ、うん、ガスコンロも1個しかないとか、なんか水も出ないみたいな、はいはい、そのキャンプ料理をその場でパッと作れるっていうのが、ちょっとなんかクリエイティビティをこう、そうですね、発揮しなきゃいけないようなこうシチュエーションですよね、はい、うん、なんでそのステージに立ってる間にやらなきゃいけないので、うん、まあ、10分15分ぐらいで2品とか作らなきゃいけないんですけど、はいはいはい、なぜかそれが大人気コンテンツに今なりまして何がどうなるかわからないもんですね、わからないですね、はい、ライブよりお客さんが来るっていう不思議な現象が最初は SNS にこっそり料理研究家って書いたっていうところから、はい、いろいろね、つながってるわけですけども、ぜひね、このね、ちょっと静岡なんで距離はありますけど、小江戸ビールさん主催の
麦の時音楽祭と、はい、秋もやりますということなんで、あのチェックいただければなと思います。ぜひぜひ、そんなこんなで後半も後半というところなんですけど、はい、ミュージシャンの話をしたら多分時間が全然ないのであれですけど、はいはい、まあ、アウトドアとか料理とかキャンプ周りで今後こういうことしていきたいみたいな、はい、何か、まあ、自然体なんで多分こうその場で考えていくのかもしれないですけど、何かそういうプランとか、はい、今どうしてもしたいことは一つありまして、あ、はいはい、あのバンドの方が結構海外でうち人気なんです。え、はいはいはい、でこの前南米も行ってきたんですけど、うーん、海外で今出展を考えてできたらいいなと。恥ずかしがってる場合じゃないですね、じゃあ。そうですね、南米で清志キッチンと、はい、南米だったらなんか恥ずかしさが半減するって感じがあるんですけど、はいはいはい、はい、チリのフェスとかに出た時に、はいはい、なんか出展できたらいいなとか、インドネシアのフェス出た時に出展できたらいいな、ね、海外行った時にその清志キッチンのカレーがどう、はい、受け入れられるか。そうですね、反応見たいですよね、はい、あ、それが今夢ですね。夢が、海外世界へ広がる清志キッチンということですが、はい、最後に、まあ、なんかアジカンのツアーが静岡県内でも12月にあるというふうに伺ってますので、はい、まあ、ご興味の方はチェックいただければと、はい、お願いします。ということで、2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。本日はミュージシャンの伊地知清さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士工業オリジナルエコバッグをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとエコバッグ希望と書いて送ってください。そしてその際には番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。